はい、本日はですね、こちらノースフェイスのグローブを紹介していきたいなというふうに思います。で、どのグローブやねんっていうことなんですけど、この今吊ってあるね、かかってあるやつなんですけど、こちらを紹介していくということになってはいてるんですけども、これがですね、本当に真冬とかでも使えるっていうことで、まあ、購入して、なんでこんな真冬でも使えるグローブを買ったかと、まず先に言わせていただきたいなと思うんですけども、実はですね、12月に北海道の札幌市の方にちょっと旅行へ行くという計画を立ててまして、その時にこのグローブはおそらく使うであろうということで、もうワクワクと楽しみでこのグローブを買ったんですね。まあでも残念ながら皆さんご存知の通り、ちょっと今コロナの状況でなかなか行けないということになって、見事キャンセルになりましたので、僕の元にはグローブだけが残ったという状況になってますので、まあそれならばレビュー動画を作ろうということで作っておるということにはなってるんですけども、これ実際はめてみたらですね、結構冬場使えるのはもちろんわかるんですけども、これバイクの人にもおすすめかなとかって思ってたりしてたんですけど、実は違うんですよね。あ、これバイクの人にはどうなんかなとかっていうところもあったりとかしてるので、まあその辺のお話とかを今日はざっくりしていきたいなと思いますので、まずはですね、今日のいつもの流れとして、こちらのグローブの特徴っていうのをお話し、2点か3点くらいパパッとして、でその後にデメリットをお話して、その次にはおすすめの人、サイズ感という順番でいきたいなというふうに思います。まあ、まずはですね、この形を見てもらおうとは思うんですけども、この上側にね、ノースフェイスの他のグローブっていうのが何個か置いてるんですけど、この上に置いてるグローブに関しては比較的なんていうんですかね、生地が薄い感じになってるので、マジシャンのように手が動かせるんですね。こうしなやかに手が動かせるタイプにはなってるんですけど、今回のは打って変わって全然違うような人造人間のような手の形になっているというか、こうガシガシした感じの比較的ごつめのグローブということになっているので、もう形から今まで紹介しているグローブとは若干違う、本当に、まあ、真冬に使えるようなグローブやなというのが見て取れるとは思うんですけども、パッてロゴとか見てもらえればですね、ゴアテックスって入ってたりするので、どういう機能があるっていうのが、まあ、若干わかる方はわかるかなと思うんですけども、形としてはそんな感じですね。で、僕が持っているノースフェイスのグローブでは、まあ、初めてなんですかね、この手首のところっていうのがサイズベルクロでサイズを調節するタイプになってるっていうのが、今まで僕の持ってるやつはなかったんで、これはまあ今回初めての形になってるんですけど、まあそういった感じですね。まあ明らかにこう見てる感じから、日常で使うというよりかは、まあ雪国の人とか、あとはまあそういうスノーボードとかスキーとかで使ったりできるやろうなっていうのは見えて取れると思うんですけど、これ最初に言っとくと、このグローブだけ唯一僕が持ってる中でスマホが対応してないんですよ。まあもともとこんだけこついグローブやからスマホ対応してたところでっていう感じはあると思うんですけど、まあスマホが対応しないというところも、まあちょっと特徴にはなってるんですけど、まあ早速特徴見ていきたいなと思うんですが、これがまずゴアテックスであるということで、もう完全に防水で完全に防風っていうことになってるんで、まあ、僕この時点で見た目からして、でしかも防水防風って考えたら、あ、めっちゃバイクとかに向いてるんやろなとかって思ってたりしてたんですけど、まあそれは違うかったっていうのは後々喋っていくので、ちょっと一旦話が戻っていくと、完全防水完全防風っていうことなので、まあグローブで一番困るの何っていうと、グローブつけててあったかいねんけども、手が濡れたら結局ビチャビチャなってめちゃくちゃ冷えてくるっていうことあると思うんですよね。それがこのグローブに限ってはない。まあ、なので皆さんよくあると思うんですけども、シャンパンタワーとか普段されると思うんですけど、その時とかはこのグローブをつけておけば、シャンパンで手が濡れるような心配がないっていうところも、まあ、日常使いとしてはあると思いますし、まあ、ほんまに真面目な話するんやったら、ちゃんと雨とかでもちゃんと弾いてくれるっていうところは、まあ、ゴアテックスの特徴で散々は言ってるんですけど、まあ、そういったところになってるっていうのが一つ目で、二つ目っていうのが、これ実は中綿も入ってるんですよね。風も雨も防いでくれるのに、なおかつその中に綿が入ってるということになってるので、わかりやすく言うところの、ジャケットタイプで言うなら、こういうマウンテンダウンジャケットみたいな感じなんですよ。完全にこっち外が防水の防風の生地も使ってるのに、中に綿も入ってるっていうような、まあこれはダウンですけどね、綿が入ってるって、これも、まあ、それと同じような原理になってるので、手袋界のマウンテンダウンジャケットみたいな感覚で思ってもらえれば分かりやすいかなと思いますので、この辺は今まで紹介してたこういう生地1枚の、手袋とはもう全然違う感じですよね。いかにもガシガシしてて、モコモコしてて、ムキムキしててってな感じですかね。で、次の特徴としてがですね、これが最初も言ったんですけど、手首がテープで調節できるって、ベルクロで調節できるっていうタイプになってて、他のタイプとかはね、このままもう手をプチュンって入れちゃうような感じになってるんですけど、プチュンって何か分からんけど、でもこれはベルクロで調節できるので、例えば隙間とかからあんまりこう雪が入ってこないっていうのもそうなんですけど、それ以上にもともと脱着もしやすいんですよね。手首のところをビリビリって外した状態で手をピュって入れると、でビリビリって止めてあげると、で活動してる、で脱ぎたいなと思ったらビリビリって外してビッて入れたりするので、こういったタイプは結構手を入れにくかったりするんですけど、まあ、そういった心配があんまりないんかなっていうのが、まあこの辺の特徴ですかね。まあ、そういう用途を考えて買ったんですけどね、まあ、使うことがないかもしれんということではなってるんですけど、まあ、デメリットいきましょうか。まあ、デメリットが何かっていうところですね、まあ、とにかく見てもらったら分かると思うんですけど、動かしにくいんですよね。しなやかさがないということになってて、まあ、人間でいうと筋トレとかもそうやと思うんですけど、まあ、大谷翔平君とかもですね、日本におるときはしなやかな感じのピッチングっていうのが持ち味やったかと思うんですけど、海外大リーグの
の方行ったりして、あ、ワンランクツーランクも体大きくなったけど、その分じゃあしなやかさはどうなったの。確かにバッティングフォームとしては、年間22本もホームラン打つようになったけども、ピッチャーとしてじゃあ最近どうなんて言うと、やっぱトミー・ジョンの手術を受けたりとか、まあ、それで彼もなかなかこう投手に向けての調整っていろいろ大変やとは思うんですけど、まあ、そんな中でも二刀流やってるっていう大谷翔平選手はすごいなっていうところにはなるんですけど、一旦話を戻していくと、要はそれぐらいこうゴツゴツしてて肉体改造した後みたいになってるので、しなやかさがないんですよ。でこれが僕バイクがちょっと微妙やなと思う点やって、バイクってもちろんこうなんていうんですかね、普通にあんまり動かさんっていうのはもちろんそうなんですけど、例えばクラッチ握る方とかやったら、あの手を閉じたり開いたりする動作って結構多いと思うんですよね。でそれがちょっとしづらいんですよね。で特にどういった動作がしづらいかっていうと、手を閉じる動作は結構しやすいんですよ。もともとがもう曲がってるような状態なんですけど、この手袋がね。ただ開けようと思うとちょっと反対っていうか、あの抵抗があるんですよね。生地の抵抗があって、もともとがこう曲がってる状態で作られてるから、伸ばそうと思うとちょっとギュッてこう当たってる感覚があるので、あんまりこうバイクとかでクラッチよく逃げ張る方とか、安全面考えたりしたらこれちょっとどうなんかなとかって思ったりして、もちろん全然使えることは使えると思うんですけど、安全面的にちょっとおすすめはできひんなと思ったんで、まあ、本来だったらこれバイクの人にもおすすめですよって思ったんですけど、まあ、しなやかさとか動かしやすさがちょっとないんで、バイクの人にちょっとおすすめ進めやせんとこかなというふうに思ってるので、まあ、この辺がちょっとデメリットかなと思います。まあ、それ以外にはね、機能的な部分ではほんまに冬使うにはもう持ってこいっていう感じだと思うので、あの申し分ないじゃないかなというところは思いますね。では次、じゃあおすすめの人がどんな人なんか、お前バイク無理やったら誰もおすすめなんかっていうことになってくると思うんですけど、やっぱりこれって雪国とかで、雪国の人って雪かきしたりとかすると思うんですよね。でその時とかに普通のグローブでもいいけど、こういったグローブをつけてることで手が濡れる心配もなおし、なおかつ暖かい状態でスコップを刺したり抜いたり刺したり抜いたりっていう動作ができると。で多分あの僕は雪国に住んだことないんでわからないんですけど、結構そういう雪に関するいろんな活動とかあると思うんですよね。でその時には使えるだろうということもありますし、それ以外にやったらスノーボースキーとかっていう時ももちろん使えると思うので、まあ、僕とかやったらですね、結構スノーボースキーとかっていうのはほんまにまあ数年に1回しか行かへんっていうレベルなので、よくお尻をついたり手がついたり地面についたりすること多いんですけど、普通の手袋やったらやっぱり手が濡れてきたりする可能性あるけど、こういったゴアテックスやったらもう何十回何百回転んでも手は濡れることない。ただ手は怪我しますけどね、あの腫れたりとか痛くなったりすることはあっても濡れることはないっていうのが、まあこのゴアテックスになってるので、スノーボードとかスノースポーツやりはる方もそうやし、あとはまあ極寒地とか雪の方に住んでるところにはいいんじゃないかなということになってますね。でそれ以外におすすめしない方っていうのは、やっぱりスマホをよく触りはる方だから、例えば日常とか東京とか大阪住んでて朝とか晩の通勤寒いけども、よくスマホ触るんやったらいちいちこれを外さんとダメなんですよね。スマホを触ろうと思うとピュッていちいち外して触らなあかんかったら、これつけてる意味あんのかなと思った時に、それやったらこういう布一枚のタイプというか、こういったタイプはスマホにも対応してるんで、こっちを選んだ方がいいとは思うんですけど、このグローブは日常的に使うというよりかはちょっと特殊な人向けなんかなっていうところはありますよね。まあ実際僕も特殊な時用につけようと思って買ったんですけどね、まあ使う場面があるかどうか分かりませんが、まあこれ買っちゃったから今年はボードでも行こうかなと思ったりしてるんですけど、まあもしボード行く際はそれを Vlog にはしたいなと思うんですが、そんな感じで最後はサイズ感に行きたいなと思います。サイズがですね、こちら僕 L サイズを今回購入したんですね。で L サイズっていうとサイズ的にはちょっと大きいかなと思ってはめてはみたんですけど、いかんせん元々の形がちょっと曲がってるんで、作りが全体的に小さく感じるんですよね。なので他も僕 L サイズの手袋持ってるんですけど、 L で全然問題ないっていう形にはなってて、まあ、フィット感もあるんですけど、今回このモコモコグローブに関してはちょっと L サイズだと若干ちっちゃい、生地がごついので動かしにくいことを考えると、なんかちょっとこうちっちゃいような気がせんでもないんですよね。でまあそれ以外の理由としては、多分中に綿が入ってるっていうところでも余計ちょっとちっちゃく感じるとは思うんですけど、まあ、そういったところでサイズ感はもしあれやったら普段つけてるのよりもう一個上げても全然いいんちゃうかなということで、上げたとしてもね、このベルクロがあの手首のところにあるので、そこで言うたら取れへんようにというか脱げへんようにはパパってできたりするので、ちょっと自由に手を動かしたい方、バイクでそれを乗りたい、どうしても乗りたいという方なんかはちょっとサイズ上げた方が動かしやすいと思うんですよ。ちょうどやともう硬いんであんま動きづらいんですよね。まあその辺がサイズ感かなというふうには思いますので、これの正式名称ずっと言ってないですね、そういや、フリーライドグローブですね、はい、ということになっておりますので、今回ですね、ノースフェイスのフリーライドグローブを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。